かわいい、ありがとう。こんばんは。ちょっと待ってね。でか。こんばんは。やっぽいー。17日の声は撮ってよ。嬉しい。今日一応、かわいい、ありがとう。会えるじゃないですか、じゃあ。そう、今日はね。 リボンちゃんをつけております。かわいいでしょ、リボン。すっぴんでね、やろうかなと思ったんだけど、ちょっとやめた。<laughs> つなぎちいはお手役ありがとう。ちっとまずペンライトありがとう。しまペンライトありがとう。しまお花ありがとう。大島気をつけて、ね、みんなも気をつけてください。ちょっと、明日も配信しようかな。 リボン可愛いてありがとうストモンさん、ペンライトありがとうなんかね、すっぴんでやろうかなと思ったんですけど、あのー、今日ね、今日11時ぐらいに起きて、そっからちょっとダラダラしてて、で、あ、初見でした、ありがとうダラダラしてて、で、そしたらね、3時ぐらいから、えっとね、6時ぐらいまで寝てたんですよ なんか、パンパンでした、顔が。でも、ちょっとナチュラルメイクにしたいけど、リップがちょっと濃いから、濃く見えるね。リボン似合うって、ありがとうストもさ、ハありがとうねえ、明日中止になっちゃったよショック。リボンが可愛いって、ありがとう。うまいって、ね、ありがとう。コツコツモバメ会社にいました。見たよ、ありがとう <laughs> そう、メロコは育つのでね。 いっぱい寝た方が嬉しいめっちゃ寝てるよ。17日更新こう、登場しました。ありがとう。ゆらくんなんだこの、ペンギン、ペンギンの、ペンギンがスーって滑ってるやつありがとう。レイなんか、あのー、あのー、美味しそうな飲み物ありがとう。<laughs> 1五日。15日ちゃうちゃう違う。17日は、もう、あれかな 出てたのかな登録が。ルームスアクティビティ次いつえ、なんかね、どういうことを書こうかなってめちゃめちゃ考えてるの。今日も可愛くて偉いってありがとう。よーちゃん、なにこれなんか、金、銀色の光ってるやつありがとう。青島、ハタありがとう。あ、あれだった、アイスだった、ありがとう。ヒカオ、ハタありがとう。ハード役ありがとう。ユラくん、ハタありがとう。そう。 こんばんは、こんばんは。17日当たってよ、よかった。昨日お疲れ早くいたてありがとう。で、今早く会いたい。靴紐、銀色のピカピカのやつありがとう。え、ねえねえ、ルームスのアクティビティ。まあ、ちょっと、そのルームスの話はルームスでしよっかな。<laughs> ルームス。この後ね、ショールームは9時までやって、ルームスは9時半までやる予定です。17日当たったから久々にやる。えー 嬉しい !17 日結構当たってる方多いですね。先週初めて素材交代行きました。めっちゃ可愛くて最高でしたありがとうレイのこと好きになりましたか <laughs> 前二十 !20 日のキャンプが近づいてるね。明日台風直撃やけの仕事です。えそう。なんかね、今まではずっと学校とか、その、台風ってさ、学校、 休校とかになるやんか。でもさ、お仕事ってさ、お休みにさ、ならないじゃん。普通に生きてる人って。普通のお仕事の人って。だからさ、マジで大変じゃないって思いました、今日。ゆらくん。あ,ありがとう。レイポン、ディアホン。昨日めありがとう。めっちゃよかった。らしい。らしいね。やばい。<laughs> 昨日はありがとう言ってないけど、言ってないのかい。アメブログ書いてアクティビティがいいかな。え、でもね、ブログはね、毎日書こうと思ってるんだ。あの、 アメブロの方は。私の知り合いでレイポン豆取ってくれて、レイポンにハマったらしい。いやー嬉しいありがとうイラくんハートありがとうあ、見えてない子もいるけど、こんなとこにイラーちゃんがいます。こんばんは。そう。来週はや知らず抜くから、10日ちいいから元気もらいたい。おや知らず、頑張ろう。めちゃめちゃ痛いよな。めっちゃ腫れるよな。下抜いたら腫れるんやっけまた17日、言うな ようちゃん、アロハ、え今日、今、アロハ仕様なんだ。ちゃめちゃくちゃ良きやった、ありがとう。なーちゃんも大変ちゃいけない。えもうさー、なーちゃん、え、そうそう、このね、話をしよう。よーちゃんあ、ありがとう。コンテンツたくさんのちゃツしてる。ありがとう。<laughs> ありがとう。これはテンじゃないよ。レイだよ。あのね、あのー、最近、 昨日かなあのね、ママと、レイってさ、なんでこんなラーちゃんのこと可愛がってるんやろみたいな話をしてたんよ。で、なんか、ラーちゃんと小学1年生からずっと一緒にいるんですよ。この子がラーちゃんって言うんですけど、このラーちゃんと小学1年生からずっと一緒にいるんですよ。で、それで、なんでこんなにレイはラーちゃんの、ラーちゃんをなんか、ほんま,ほんまに生きてるかのような扱いをしてるんやろみたいな話をしてて。 金色のピカピカありがとう。で、それで、もうなんか <laughs>、何があっても一緒にいるから、もう家族だ、家族だねって話をしてました。もう家族なんやけど、なんかもうね、ほんまにね、なんかレイが寝てるやんか、こうやって寝てたら、レイの背中向けて寝てるとするやん、こう、こう寝てるとするやん。ほんなら、ラーちゃんがこうやって乗っかってんの、レイの上に。なんかレイが自分で手を動かして乗っか、 出せないと乗っからないような形で乗っかってんのね。だから、この子は生きてるんじゃないかっていう話をしました。<laughs> はーい。わけのわからない話をして、ごめんなさい。え、あおしま。あのー、ヤシの実みたいなやつありがとう。そう、生きてるんだよ。そう。ラちゃんは生きてるんです。もう11年の中なので。ラーちゃんチェック開いてない。開いてないよ ガチかボケかどっちでしょう <laughs> こんばんはラーちゃん毎日抱っこし寝てるのそうだよもうねラーちゃんが隣におらんかったらこうやって横こうやって手を探すねん手でラーちゃんをでラーちゃんがおったらこうやってして寝てるいつももうこれはほんまにかわいこぶってるとかじゃなくてガチでレイはラーちゃんとこうやって寝てるんやいつもはい以上です <laughs> はい ラーちゃんと寝たいので、レイちゃんそこ変わってください。逆でしょ言うなら。<laughs> 逆だよ、絶対。風風えどういうことどういうことラーちゃん、風え、どういうことレイえラーちゃん着前でいイーから送って、送らないよ。ラーちゃんはレイのだからね。うん。えてかみんな台風大丈夫ですかレイのね、家はね、 なんかまだ降ってないのかなわかんないんですけど。ちょっと暗いからね、見えないけど。りょうちゃん、メルカリでょてたやばい。ショック。でここにいるもんね。靴ひもアロハありがとう。つりちゃん、銀色のピカピカのやつありがとう。ピロピラヒロシタのハートありがとう。レイポンはあれ、見失っちゃった。レイは僕らの。そう、レイはみんなの。 ものだよ <laughs> あ、声がこもって聞こえるやんか。ちょっとじゃあ、イヤホン。でもね、なんかね、おうち、おうちってさ、生活音なんか聞こえたら嫌かなと思って。スーパーから食べ物が消えた。えあ、そういうこと非常食ってことやばいやん、それは。あずま、一心。かわいい、ありがとう。台風気をつけてみんなも気をつけてね。 公園なくなって明日お休みえ、そう、明日もね、お休みだからね。明日も配信するよ。明日も配信するよ。いつか、スタイできるようになったら、らーちゃんとのツーショットだけ上げて。いいよ。らーちゃんとのツーショットね、確かにちゃんと載せたことないから。あ、でも載せたことあるか。1回、2回ぐらいしか載せたことないんかも。空気見るたびにおしまししたくなるんだけど、どうしましょう どうしましょうそれは。ま、あでももう最近はおしましを見ても、あ、増えてんなーって思うようにしてます。これからそういうことだらけだと思うので。<laughs> 明日ずっと寝てたらごめんなさい。えぇ、ー、例の通知で起きるっていうのはどうですか <laughs> 宇宙人の宿題は大丈夫そう。えぇ、ー、ま、その話は、えぇ、ー、まあちょっと、 セ金庫なので、夏休みの宿題は金庫なのでお願いします。二番通、お通、おちでーす。明日、そうそう台風でさ、止まっちゃうんだよね、電車が。なんかもう連携、新幹線が止まるんだっけ？ね。みんな、もうできるだけお家から出ないようにお仕事とかある方は、頑張ってね気をつけて過ごしていただいて。 お仕事がない方はもうずっと家に行ってください。ピ <laughs> ンクです、さンチェの宿題は。朝7時とかどうですか朝7時はちょっと寝てます。ごめんなさい。<laughs> レイしか見てないです。えー、う嬉しいもうそう言ってみんなよいちはたありがとう。みんなレイだけ見てね。おしまし。 許可したわけじゃないからね。もう、すねてるんだよ、れいは。おしまししてる人を見ると、おしましって気づく。気づきます。足でにしようがないから仕事休みになんてよええー、なんかさ、JR とかよく泊まるイメージある。ねえ。どいちはた、ありがとう。24時間テレビ始まると、夏休みは終わる。えー、確かになんか、夏休みならではの番組が始まると、なんか終わる気分になるよね。わかる、それ。 炭酸せんべい。レインボースター、ありがとう。そう。常に歯が痛くです。ありがとうございます。明日。明日も例で決めるために行く予定だった。えー、そうだよね。もう新幹線とか電車が止まっちゃってるから。どうやったら気づくのえー、っと、公園でペンライトの色が変わってるとか、あと、変わってるっていうか、 ずっとだ、レイはね、1本でいいの、レイのペンライトは。なのに、なんで2個持ってきてるんだろうみたいな。レイの1本で十分なはずなのに、ペンライトは。なんで、あれ前まで1本だったのになんか2本に増えてるなとか、あの、ユニットのために2本持ってきてるんだなとか。<laughs> あと、なんかうは、うちわ。うちわが他のメンバーのうちわをずっとフリフリしてたら、 あれってなります。<laughs> そうそう。ペンライトはね、まあ、でもユニットの時にペンライトを振ってもらえると嬉しいから、2本まあわかるんですけど、まあなんか、あのー、ちょっと2本持ってると、あれ ?1 本でいいのになーってなります。声 <laughs> を届けれた。ええー、お疲れ。見てきたんだ、M3 公演。 当たる。ハートありがとう。なおやペンライトありがとう。明日はじめましての、ね、予定が中止になってます。ええ、ねえ、ほんまに明日の公演さ、ちょっとレイ単独開こうかってレベルでもうショックです。そう。ピンクしか振らないよ。そうだよ、みんなピンクだけでいいんだよ。<laughs> 靴紐。お花ありがとう。ヤッホー、ゆちゃん。ペンライトありがとう。さっきもちょっと見失った方がいっぱいいますので。 読みますね。キクヤン、ハート、ミつメつありがとう。ユウちゃん、ハート、ありがとう。青島リンボースト、ありがとう。明日2回目だった。えもうほんまに会いたいよ、みんな。レイポに2ヶ月以上会えてない。えでも、こうやって画面越しで会えてるから。まだいいよ。まだね。炭酸泉備、リンボースト、ありがとう。明日もショールームするね。で、9時からは、今日の9時からは、ルームス。 しますのでぜひルームス入ってる方を見てください <laughs> レイポン吸気性になりたて当時からすごく成長するねねえ本当に嬉しいありがとうでもねなんかねちょっとちょっと痩せたなって話はしてますはい <laughs> 常に自分みたいな他の子推がレイポン行くのはどうなんどういうことどういうこと他の子推しててレイのショールームを見るとかっていうこと チョールームとかは全然いいと思いますなおやレインボースターありがとうがんこ寿司レインボースターありがとう会いすぎちゃう <laughs> そうでもねあ,いあったら会う分好きになるからねなおやペンライトありがとうちなきち銀色のピカピカありがとうつりちゃんペンライトありがとうレイポンのルームスに足をふふりじ踏み入れてしまったどうしようもうだってまってるじゃないですかレイに <laughs> まあまあ,まあまあ、まあまあ。本ちゃんに週一で、週一で直に会うのが目標。え、でもいっぱい来てくれてるよね。ありがとう。お話会とか、リイポン行ったら来てんやな。待ってるねー。お話会、12月だよね。もうちょっと先だね。あ、そう。ちょっと、あ、そうそう。まあ、当ててるよね。靴紐、ハートありがとう。リイポンの沼は、深いわかる。えー、深いですか まあそこはないです。ごめんなさい。はい、すいません。こう一回行ったらハマってしまいました。明日行きたかった。えー、うれしいうれしいハートハート。<laughs> えー、いっぱい会えたらいいのに。もう、え、なんかね、明日はじめましてですとか、明日が2回目ですとか、そういう方がね、意外、あのー、意外と多くて、レイのファンの方で明日。あのー、なんかさ、レイもそうやけどさ、あの、予定がさ、あのー、 たまにしか行けないとかっていう時公園。もうさ、その一回が大切なのにさ、台風のせいでさ、くそー <laughs> はい。11月もちょっとあるか。そっか、11月もあるんだね。まあ、楽しみだ。みんないっぱい二人で話そうね。え、てか、もう、なんか会いたいよー、みんなに。てか、明日もショールームするねー。もう 宣伝告知。あそうつゃろうじゃねえ。吸気性推し、プキノン、レオ、レイノンの3人。ええー、嬉しい。えぇ、ー、ここだけの話、あの、あるメンバーと、昨日 TikTok を撮りましたので、更新します。もうち。<laughs> で一1本の出ている公演しにしか見たことないです。えー、そ嘘会いに来てよー あ、そうだそうだ。でも27日にさ、公開収録あるよ、ラジオの。<laughs> それも待ってるね。えー、ナオヤ、音波ありがとう。本ちゃんのお見送り聞き逃してからタイムリープさせて,てください。もう、無理です。皆さん、耳をね、ち,ょっとちゃんと、あの、耳をカッピラいて聞いといてください、見送りの時、割とで喋る方だと思うので。私 <laughs> もいただいてありがとう。なおや、はたありがとう。 明日のショールームの時間はね、まだ決めてないんだ。まだ決めてないんだけど。でも、この時間か、お昼ぐらい、どっちかにしようかなと思っております。でもね、明日もしさ、なんか電波悪かったらさ、ちょっと大変だなと思っております。やばい。歯がレイポンポンってもう色々ダメだよ、それ。黄 <laughs> 色のピカピカのやつありがとね。こんばんは、こんばんは。 れいちゃん好きになってから急きょの声しか言ってない。えー嬉しい。嬉しいよー。ありがとう。一本めっちゃ喋ってるから後ろつっかるりましたけど。<laughs> そう、なんかね。ちょっと喋りがちなのよ。だから、スタッフさんに、はい、もう時間でーす。みたいな。なってて、ごめんなさいっていう感じでございます。はい。頑固寿司。銀色のピカピカ、ありがとう。そう、公園で会えないからさ。 会おうね、いっぱい。公開収録ぜひ来てください、皆さん。お家のキャンプも楽しみにしてます。え、確かに。え、待って。だってあと5日 ?6 日今日が14だから。ほぼ5日。あと約ほぼ5日。キャンプです。ちょっと泊まりではないけど。ね。楽しみだよ。あ、ラジオの公開収録昨日で終わってたんだ。あー、宣伝しとけばよかったー。シン、誰もありがとう。 この前の見送りが恥ずかしすぎて、取り戻したい。え、なんであれはちょっと、あの、なんか、あのー、いろいろ、物が悪かったよ。<laughs> 落ちてないのにレイがちょっと、落ちたみたいな感じで聞いてしまったか。台風の日日は毎日配信してる人でさえ、しないでいいでんだえそうなのなんか電波が怖いよね、確かに。レイポン思い浮かべて、スタバのブラベリーチーズケーキ食べて、え、そう、スタバの、なんかクッキークリームケーキみたいな。 オレオみたいになってるやつ、わかりますかあれをね、ちょっと食べたいの、例は。うーん、ガンコ寿司、グーグーありがとう誰だるまもありがとう公開収録は昨日までだったんだね。<laughs> でも、公開収録で会える方会いましょうね。シン、だるま100個ありがとうそうん、靴ひもはたありがとうしシン、貼たありがとう お見送り、みんなと話してね、いっぱい。<laughs> ゆらくん、かわいい、ありがとう。ようちゃん、銀色のピカピカ、ありがとう。そうそう。17日6月ぶりの声入ります。ええー、嬉しい。シンアート役、ありがとう。レイポンス聞いてありがとう。あの、ハカカツのトンカツさンドどこにあるのローソンにね、売ってるよ。そう、ローソンに売ってるから、ぜひ、食べてください。あのね、ちっこいね。こんぐらい、一個こんぐらいのカチさンドが、 入ってるやつがあるんですけど、あれがとてもとても美味しいので、ぜひ食べてください。ローソンに、ね、売ってるの。こんばんは、こんばんは。レイポンにたどり着く前にみんなとおしゃべりしてる。ね。だから、でもね、それ、これもあるあるなんよ。こう、途中で、ちょっと、あの、長くおしゃべり、あっケン熊野、タワーありがとう下を、お花ありがとう。レイポン以外の目まだね話していくかわからなく。まあ、でも、レイはみひなさん推しだった時 押しで公園に入ってたときはもう、レイもお見送りがちょっとあのドキドキ人間だったから、あああ,あまたくしゃみ出そう <laughs> <laughs> あ。ごめんね、ごめんね、イヤホンしてんのにくしゃみしてしまって。ごめんなさい、ええー、ちょっと話は、ねえ、また <laughs> 話できんくなってまたくしゃみしたから、正一、誰もありがとう。セグスピートハートありがとう。正一、誰も100個ありがとう。みんなごめんね、特大ビッグくしゃみをしてしまって。 一本最後からドキドキ。え、そうだよ。最後だからね、みんな。ゆうちゃん、ハートありがとう。意外と可愛いくしゃみだったって、多い。ご <laughs> めんね、くしゃみしてしまって。ス <laughs> テスピリット、ペンライトありがとう。タムタム、お花ありがとう。あ、で、それで、ケン、レインボースターありがとう。えー、なんかさ、名前なんでそんないっぱい変えるの何れきるの、人さん。えー、銀色のピカピカありがとう。 たむたむ、タムタムアロハありがとう。今のアラームにするってやめてくれ <laughs> あ、で、それで、えっとね、なんだっけ、あ、そうそう、レイがお見送り、みひなさん推しで行ってたときは、ケン、飲み物ありがとう、しんおば、バラありがとう。で、その時は、あの、なんかね、レイも、本当にドキドキ星人だったので、お見送りが。なので、あ、うんうんってなって、みひなさんの時は、もう見れなかったの、顔。だから、 なんかね、うちはないかなこのラーちゃんの顔がうちわだとしたら、こうやって振ってるわけじゃん。<laughs> でみんなさんが目の前で瞬間から、ってこう隠してしまいました、私は。はい、以上です。<laughs> はい、私もね、お見送りはちょっと無理な人だったので、とても気持ちがわかります、みんなの。ゆうちゃん、レインボースターありがとう。剣レインボースターありがとう。ガンク寿司、銀色のピカピカのやつありがとう。無事、お家帰ります。よかった台風だけ気をつけてね、みんな。ゆうちゃん、ハートありがとう。そう。 なんかね、でも、でも、みんな見てね、ちゃんと。<laughs> レイトの見送りの時はちゃんと見てね。わかるよ、気持ちがでも。そう、そうそう、見送りの時覚えてる方は名前呼んだり、うちわに名前書いてる方だったら名前呼んだりしておりますので。はい。いとこが、レイポン押そうかなって。ええー、嬉しい押してください。 ひょいち、誰もありがとう。よっちゃんはとありがとう。お見送り待機中もね、そうそう。あのね、楽しいので。<laughs> ガンコ寿司、花束ありがとう。よっちゃんはとありがとう。しょういち、誰もありがとう。そうそう。誰も100個ありがとうね。この間、まみなみの生誕でお見送り順番シャフルしてくれたの。リクエスト通ったのかなえっとね、生誕祭の時は、 その、生誕祭のメンバーが最後に入るんですよ、見送りで。なので、レイがその生誕祭で抜けてるこのところに入ったりしております。はい。<laughs> そう。ごめんね、だから、いっぱい <laughs> え。え今日ここにいるのってなるじゃないですか。そうそう。だから、青島ペンライトありがとう。正一ハートありがとう。里政ハートありがとう。 声でかい最近のところで一回目がえる <laughs>。確かに。ま、え、ミソラ、サユキ、西馬あたりめちゃめちゃ声でかくないですかだってで一番端っこなのにめちゃめちゃ聞こえるんよ。で、チータんがジャンプしてるのもなんか振動が伝わる。ちょいちハートありがとう。そうそう、並び順はね、基本、でも基本最後なので。はい。トマスハート100個ありがとう。青島、かわいいありがとう。 当たる銀色のピカピカありがとう。ゆうちゃん、ハートありがとう。あ、やばい、ごめんね。えー、羽村橋、銀色のピカピカありがとう。大島もありがとう。美空西山さゆきか。そのあたりが聞こえるんよ、ここまで。<laughs> 元気すぎて。もうそら時間ですね。はい。生誕祭は今まで一番最初だったの変わったの。あ、そうなんや。あのね、一番最後なんですよ、今。 そう。お見送り緊張やばいです。緊張しないで。レイがいっぱい話するからね。シャミッチー、銀のピカピカありがとう。靴ひ靴ひも、ピカピカありがとう。チータン、手がうるさくてかわいい、やばい。<laughs> リオピにレイポンを縛れるから、いつもリオピが気づ気づかってくれる。えぇ、ー、<laughs> 優しいリオピ。ソロちゃんかわいい。レイポンは <laughs> ではでは、そろそろ、 ちょっと男女読みしようかな。あのメンバーがめっちゃうるさいくらい。え、でもね、うるさいくはない。なんか元気って感じかな。9時からルームセで配信するね。この後、そのまま配信しますので。ちょっと待ってね。えー、どれやあった。では男女読みしていきまーす。13位。小1。 ありがとう !12 位、水軍スピリット、ありがとう !11 位、ゆうちゃん、ありがとう !10 位、頑固寿司、ありがとうお、ポンポンしたい、ずっとつけててね、それ。<laughs> 9位、安ズ一心、ありがとう !8 位、シカオ、ありがとう !7 位、サトまさありがとう !6 位、よウちゃん、ありがとう !5 位、ツノありがとう 4位、たむたむ。あ、変わりましたので、えー、もう一度読み直します、えー。13位、青島、ありがとう。12位、鹿尾、ありがとう。11位、ゆうちゃん、ありがとう。10位、小一、ありがとう。あ、ポンポンん、死体も、ゆうちゃんつけてくれてる。ありがとう。10位、小一、ありがとう。9位、頑固寿司、ありがとう。8位、里政、ありがとう。7位、一ノ吉、ありがとう。 6位、ヨうちゃん、ありがとう。5位、トムトム、ありがとう。4位、アズマ一心、ありがとう。3位、なおやありがとう。2位、ユラくん、ありがとう。1位、ケン、ありがとう。みんな、ありがとう。ありがとうございます。レイプは劇場公演。レイは2回しか行ったことないです。でもね、このミヒナさんの素晴らしいエピソードして終わりたいと思うんですけど、 あの、レイはね、二回行ったんですよ。でも、オーディション期間中でね、一回目はこんぐらいで行ったの。で、くくってたんよ、一回目は。こうやって、ポニーテール。ポニーテールってほど長さでもないけど、一つくくりして行ってたんよ。で、二回目は、あのー、オーディション期間中で合格して、髪の毛を切りますってなって、切ったの。で、切ってから行ったんよ。そしたら、気づいたんですよ。二回しか行ってないのに。髪の毛切ったって、お見送りで。 はい。天才です。これはもう本当に一生言い続けるみひなさんエピソードです。私の。はい。あのー、以上です。<laughs> ルームスで9時から配信するので、ルームスの通知ね、どうやってやったらいいかわかんないんだよね。ちょっと配信終わったら、もうすぐ配信始めるけど、やってみます。<laughs> はい。ではあの、続きはルームスでお話ししますので、いろいろと。ルームスでも会いに来てください。 そう。髪の毛、でもね、意外とね、気づくから。みんな。あ、最後、スクショタイムしよう。パシャ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 。シャじゃあねーん。ルームスで、釣り堀りで会おうね。バイバーイ。ありがとう。